尼子三傑の一人、優れた武勇の持ち主で山陰の麒麟寺の異名を取る明智光秀の家臣であった野々口彦助が雪森に功名を挙げる方法を尋ねた際、雪森は合戦の前には必ず目が見えなくなるものだ、よく心得ておかれよと言ったが、彦助は最初それほどのこととも思わなかった。しかし朝霧がなびいて物の色も区別がつかない戦場に立った時、彦助は雪森が教えたことを思い出した。ここで目が見えないのは私が気遅れしているからだろう。心を静めるため目を塞ぎ、そして目を開くと心も爽やかに目もはっきり見えたので、見事敵の首を取って功名を挙げたとされる。グッドボタン、チャンネル登録お願いします。